A コースは山田雄介の SF 小説。検討者より2004年10月発行。主人公、藤田健二が仲間たちと、誰がナンパで女の子をゲットできるかという勝負をしているところから始まる。結局、誰も女の子をゲットすることができず、退屈な時間に苦しむ主人公たち。そんな中、一つの提案が浮かぶ。バーチャワールドというのをやろう。バーチャというのは、 最近世に出回り出した全く新しいゲームだった。専用の機械を使用することで、現実とも区別がつかないリアルなデジタルワールドへと移動してゲームができるというものである。1プレイは5000円と少々高値だが、金持ちのゲームマニアの友達を呼び、早速バーチャがあるゲームセンターへと足を運ぶ。そこでゲームにはいくつかの設定があることがわかる。 A から E までの5つのコース。主人公たちは、その中で A コースを選ぶ。そして、入り込んだバーチャの世界は炎に包まれた病院だった。クリア条件は、この病院を脱出すること。しかし、舞台となった病院は彼らと何かつながりがあるようで、ある。新アトラクションゲーム、バーチャワールドに内蔵されている AE の5つのコースのうちの一つ。舞台は、 産婦人科の病院で時代設定は富士県たちが生まれた年。参加費は一人五千円。実際に起きた火災事件を消防隊の証言に基づいて忠実に再現しており、世界観と登場人物たちは年明けに深く関係していることが判明した。ありがとうございます。